んお疲れ様です。モード A ののりです。はい、仙台2日目になりました。今日はね、仙台の青葉山公園、ここマップがあるんですが、に来てます。一番の目的は仙台市博物館と、何よりも見たいのは伊達政宗騎馬像です。では行きたいと思います。さっきまで雨が降ってたんですけど、急に天気が良くなりました。なので、はい、半袖でも大丈夫。空はね、こんな感じです。はい、天気がいいです。はい、仙台市博物館に来ました。行ってきます。すごい大自然です。結構勾配坂じゃない、これ。階段とか、はいはい、いや、天気がいいよこれ、本当に。これ歩くの、ここまで来たんですが、すごい坂道で、やばい。こんな感じですよ。真逆だった。だーん、天気もいいし、いいんだけど体力が。さあ、もう少しで伊達政宗に会えますから。はい、やっとここに到着しました。到着。あ、なんか見晴らしがいいね。はい、ようやくやってまいりました。ここにいるのは、というわけで到着しました。もうヘトヘトですが、登ってきた甲斐ありました。ここはね、なんかすごい観光スポットって感じで、人がたくさんいます。こんな感じ。いや、晴れてよかった。朝は雨が降ってたので、どうなるかと思ったんですけど、バッチリ晴れました。松島といえば